プレッドから新シリーズのラントリボードがリリースされました。その名も RD シリーズ。スプレッドの設計を務める菅谷祐之介監修のもと、カービング、トリック、どちらにおいても妥協を許さないスペックに仕上がっています。ラントリに特化したこのボードは軽量かつ高反発を実現したスプレッド X 芯材を使用しており、ラウンド形状のボードに有効エッジ率 81% で落とし込んだことでターンとトリックを素早く捉えることができるようになっています。さらにあえてシングルサイドカーブを採用することでターンやトリックの最中にどのポジションに乗っても切れるエッジングを提供可能に。従来のモデルをブラッシュアップした究極のアウトラインをその手に取ってみてはいかがでしょうか。ノーリーをメインに今乗ってみたんで試乗してみたんですけど、左足のかかとのもう少し先の部分できちんとあの噛む感触が伝わってきて、今乗ってる B リミテッドの板よりもすごいあの反発を感じることができたと思いました。楽しかったです。すごいこう切れ味が良かったなと思います。乗ってみてすごいターンが切れるなっていうのは感じました。でちょっとノーリーとかも打ってみたんですけど、弾きもすごくあって反応も早かったので面白かったです。結構やっぱ固めだなっていうのは感じたので、ノーリー系やるにはちょっと張りが強いかなっていうのは感じました。